ナデジュダ・ニコライブ・ナ・コレスニコバ、旧姓・ドロビンスカヤは、ロシアの革命家、ソビエト連邦の教育者。1882年9月12日、ロシア帝国モスクワ県モスクワで事務員の家庭に生まれた。地元の教育学校を卒業して、教師として働き、1904年からボリシェビキ党員となる。レフォルト母地区の党組織で活動し、 翌1905年のロシア第一革命の際には、プレスニャ地区で、モスクワ12月放棄に参加した。1906年に、逮捕されるも脱走。潜伏し、翌1907年から1916年まで、モスクワとバクルの党組織で活動。党バクル委員会メンバーも務めるも、1916年に、再度逮捕された。翌1917年の2月革命後は、 当モスクワ管区遺書記となり、同年8月には、バクーへ戻って、夫ヤーコフ・ゼビンと共に活動。翌1918年に、ボリシェビキによる、バクーコミューンが成立すると4月からコミューン、教育委員となったが、ほどなく、コミューンは崩壊し、労働委員を務めていた夫も重殺された。翌1919 19年1月から8月までは、当アストラハン県委議長を務め、 ロシア社会主義連邦ソビエト、共和国教育人民委員部付属政治教育、総局と、東野ロスラブリ権威でも働いた。1920年から、アゼルバイジャン共産党中央委メンバーとなり、同年から翌1921年までは、アゼルバイジャン共和国教育副人民委員でもあった。1923年からは、 当モスクワ県医先導、宣伝部部長も務めている。第15回、第16回答大会にも出席し、1929年から1932年までは、クルプスカや共産教育アカデミー学長を務めた。1933年から1957年までは、当中央医付属マルクス・エンゲルスレーニン研究所の科学部門とレーニン中央博物館で働き、 霊人勲章も2度授与された。1957年から年金生活に入り、1964年3月18日にモスクワで死去。同地に葬られた。ありがとうございます。